はい、皆さんこんばんは。令和元年8月15日、ボギーチャンネル、ボギー大佐の言いたい放題のお時間なのですが、本日大佐、すいません、会議ということで私中佐の、キャストさせていただきます。まあ、本日はドラキャスやろうかなとも思ったんですが、北九州台風ということで、雨の中走り回ってもしょうがないなということなんですけども、皆様今日はいかがだったでしょうか。何と申しますか大佐を期待された皆様、ちょっと待ってくださいね、画像を変えていきますね。大佐をいろいろ期待されてた方がいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、写真が変わらんな。こういう時困るんですよね、ラジオ配信にするとですね。大佐を期待された皆様、正直すまんかったということでお詫び申し上げます。猫様に免じてお許しください。本日、8月15日ということで、世間では終戦記念日というふうになっておりますけれども、皆様いかがお過ごしだったでしょうか。亡くなられた、ご英霊の方、その他さまざまな、方に対して黙祷を捧げる日と、なっておりますということで、ちょっとだけ黙祷ということで、はい、よろしくお願いします。ということで、またちょっと黙祷をお直りいただいてですね、そうですけれども、あまり長く黙祷していると時間がいくら足りないので次にと思いますけれども、戦後74年ということで、いろいろあったかと思うんですけれどもね、最近お待たせを持っているのは、本当にね、日本を蝕む虫たちをですね、一匹残らず駆逐してやりてえなっていうような思いも、物騒なことを考えたりもするんですけれども、あんまり物騒なことを考えてもしょうがないので、少しずつ日本がいい方向に変わっていってくれたらなと思っております。はい、ということで、近況の報告でございますけれども、私のフェイスブックを見られた方は知っているかもしれませんが、いけちゃうかな、画像が。よかったよかった、横方向でしたね。最近こういうものをちょっと入手いたしまして、日本歴代天皇大冠というものですね。はい。ちびぬさんこんばんはです。本日はちょっと中佐キャストということになっておりますけれども、はい。最近この本が今日届きまして、ですね、開けてみるとですね、こういう本、これは以前に作られた本なんですけれども、1655年のお祝いに作られたご本でございまして、はい、中身はというとですね、なんとですね、歴代の天皇陛下のご肖像が書いてある非常にありがたい本なんですけれども、それと出ました。天照大神からですね、神武天皇から、今の、平成に作られた本ですので、なんと言いますか、こちらが、天照大神ご肖像と、でこちら神武天皇のご肖像ということで、で、最後の方にはですね、今の上皇陛下のご肖像ですね、平成のものだったので、金城天皇陛下となっておりますけれども、こちらですね、変わるかな、画像、125代ということで、貴
要な本が入手できました。その他この中にはですね、天皇陛下の、なんていうか、歴史という本ことが、簡単に書かれている本になっております。はい、貴重な本が入手できましたので、終戦の日に届くというのは何とも運命的なものといいますか、そういうのを感じましたね。はい、でその他の近況としましてはですね、近況のご報告ですけれども、最近ですね、私ちょっと無職にですね、これが見たくなったんですね。皆さんご存知でしょうか。よいしょ、変わるかな。冷やし飴というやつですね。ちょっと無性に飲みたくなったんで、最近ちょっとこれ購入してしまったんですけれども、冷やし飴、ご存知の方、おられますでしょうか。あれ、ラプテンさん、私、平成天皇陛下だって言っちゃいましたっけ。一応、上皇陛下と言ったつもりですけれども、もし間違って言ってたらお詫びいたします。お詫びして訂正いたします。いや、冷やし飴ということなんですけれども、私てっきりこれ関西方面の飲み物だとばっかり思ってたんですけどね。注意喚起ということですね。はいはい。了解です。冷やし飴ですけど、関西方面の飲み物かと思ってたんですけども、なんか南大阪の端っこさん曰く、いや、関西で見たことねえぞって言われたんですけど、本当でしょうか。なんか、大阪方面では商店街で夏場になると冷やし飴がよく売られてるというふうに聞くんですけど、コメントで皆様ご意見いただければと思うんですけど、どうでしょうか。見たことあります、この飲み物。サンガリア自体が関西の飲み物だと思ってたんですけどね、飲んでみたら非常に美味しかったのでありがたかった飲み物なんですけども、関東では見たことない、焼きバハバの自販機では見たことないということで、ラプテンさん、はい、見に入らないんですけれども、なんと言いますか、桜ジェリーブロッサムさん、初めて見ました。一応ですね、これ、アマゾンで箱買いしちゃいました、私。皆様、試してみてください。夏の、冷蔵庫にでも冷やして、夏の暑い日にちょっとキュッと飲むと、疲れが取れるような飲み物です。はい。飲みすぎに注意ですけどね。はい。かなり甘いですよ。飴油とでも言うんでしょうかね。飴を溶かしたような飲み物ですね。水飴みたいな飲み物とでも言うんでしょうか。水飴ほど甘くはないですけども、非常に美味しい飲み物ですので、私これ大好きです。アオビさん、静岡で冷やし飴は見かけませんが、サンガリアの珍しい飲み物はよく見かけるとのことで。はい。ということでですね、皆様のところで台風はいかがだったでしょうか。台風というと、皆様ご存知これだと思うんですけど、いかがですかね。今日の夕飯は皆様いかがだったか。ですね、台風が来ると SNS 上でコロッケを話題にした投稿動画が増えるそうということで、なんと、コロッケということで、今日の夕飯は皆さんコロッケだったでしょうかとか言ってる私自身は、今日の夕飯はですね、セブンイレブンのパスタを買って夕飯を済ませたという口でございまして、コロッケ近くに売ってねえってやつなんですけどだったら作れってことなんですけど、セイラさんこんばんはです。今日は中小キャストになっております。2部方になってますので、30分ぐらい中したいなと思ってますけど、台風の方はいかがだったでしょうか。皆様のところは、北九州の方はですね、本当に台風来てるんかっていうぐらいの静かなものでして、これなんでコロッケになったんでしょうね、よくわかりませんけど、台風の進路の方を見てみると、四国方面が一番被害が大きいのかなと思うんですけど、ちょっと見切れちゃいましたね。ちょっと画像変えますね。ちょっと切れちゃいましたね、これでは。6時の段階で、四国の南東方面、ちょっとこの辺りですね。
っきり私は豊後水道を北上するのかなと思ったら、四国を縦断する形で広島まで行ったような感じでしたね。九州はほとんど被害なかったですよ、南大阪の端っこさん。はい、そんな感じでした。で、四国、中国地方の皆様いかがだったでしょうか。結構被害がないことをお祈りしておりますが、ま、台風といえば沖縄の方もね、社長の方が大学内大きかったというのに、知事はどこ行ったのやらという感じですね。知事室にほとんどいねえじゃねえかってやつなんですけど、あ、また画像が切れちゃってますね。そうですね、南大阪の端っこさん、徳島と和歌山あたりが被害がありそうな気が、確かに台風の進路の南、右側の方がかなり被害が大きくなるというのが一般的に言われてますね。まあ、だいぶもう台風もかなり北上して、この時間は1年内予想しなかったけど抜け出ている感じでしたから、まあ、一度台風の方が抜けたかなと思うんですけれども、楽天さん、新潟は台風の影響がフェーン現象で40度ということで暑いですね。はい、そういうことで台風のお話はまあ以上なんですけれども、次の話題に移っていきたいと思いますが、今日のね、メインの話題はですね、私の趣味と申しますか、趣味と実益を兼ねてですね、猫キャスと題しまして、私が飼ってた猫の話でもしたいなと思って、写真をちょっと漁ってみましたけども、写真変わるかな？あ、出ました、出ました。はい、皆さん、これがですね、私が飼ってた猫さんが初めて私のうちに来た時に、撮った写真でございます。もう手のひらに乗るぐらいの小さいサイズでしたね。なんていうか、14年間一緒に暮らしましたけれども、一番最初の初日に撮った写真がこれでございます。はい、であんまり可愛かったので、腕時計と大きさ対比で腕時計を置いてみたんですけど、ちょっといまいち伝わりづらいというかですね、本当はこの横になんていうかテレビのリモコンも置いてみたんですけど、いやいや、あんまり私は本命で振り返ってみようと思います。今日のキャストは私と、ね、思い出を振り返るキャストです。もう初日にですね、この子を母猫からなんか8匹子猫が生まれたうちの1匹だったんですけどね、里親さんに順次6匹が里親に取られて、残り2匹残ってるからうち1匹どうって言われて預かってしまったという猫さんだったんですけどね、はい、これが初日に撮った写真ですね。もう初日から来てうちのベッドの上でぐーぐー寝てるという、なんか肝の座った猫さんでしたけど、はい、まあそうですね、他にもちょっといろいろちょっと写真を変えてみますけど、こんな写真がありますけど、ドアップで撮ってたんですけど、懐かしいですよね。私としてはこの頃が一番可愛かったなと思うんですけど、もっと写真撮っとけばよかったと後悔してるんですけどね。はい、まあだいたいサイズ的にはですね、本当手のひらに乗るぐらいのサイズなので、よいしょ、一緒に撮ってこれですね。こんな感じでしたね。起きるとこんな感じでした。手のひらの上に大体向かって、大体膝の上に乗っかってなんかこう来るにゃんこさんでしたけどね。すごく人懐っこい猫でしたよ、本当に。だけど人懐っこいんですけど、私以外には懐かない猫でした。はい、他の来客の人が来るとシャーシャー吠える猫でしたので、他の人は全然ね、なんていうか抱っことてもできるような猫じゃねえよね、って言われたんですけど、私は見てました。はい、でまあ小さいのでまだいわゆるアンニャイとかできないような撮った写真がこれですね。はい、なかなかうまく丸まれてないというのが見て取れるんですけども、
まあ、これがですね、こんなにちっちゃかった猫さんが成長するとどうなるのかというと、ですね、大人になるとこうなるわけですね。あ、すいません、ドカボさん、今晩は注射キャストということで、猫話ということにさせていただいております。私の思い出の猫話にお付き合いいただけましたらと存じます。まあ、大人になるとこんな感じのふてぶてしいお猫様になってたわけなんですけどね。ねんとこういう感じ。あ、カルガモさん、猫のお名前はですね、ノエルと言います。はい。でも4月生まれなのにノエルなんですね。で、今日はですね、まあ、22時からの2部構成にもなってますので、猫話だけでは終わりませんので、また、22部もご覧いただけましたらと思います。だいぶこの頃は大きくなってますね。まあ、だいぶこう丸まれるようになってます。はい。で、ですね、こういうふうになってると。で、よく、あ、そうです、塩サバさん、ノエルと言います。でも4月生まれね。別にノエルとつくのなかったわけではないんですけど、誕生日は4月8日生まれでした。毎年誕生日をお祝いしてましたけどね。こんな感じでしたね。なぜか私のなんかスリーパーを枕にしてよく寝てましたよ、本当に。はい。そうです。ノイフランス語でクリスマスキャロルの意味です。クリスマスイブのことですね。クリスマスのことですね。12月25日生まれじゃないのに、4月生まれなのにクリスマスってどういうわけだって言われそうですけどね。よくそういうこと指摘されましたけど、特に突っ込まない。よいしょ、あるかな。これ、うんって感じで目覚めるわけですね。これがまた可愛いということで。本当に美猫さんでした。一応メスでしたね、この子。はい。まあ、これもですね、ちっちゃい頃これぐらいのサイズだったんですけども、どんどん大きくなると、ある程度大きくなるとこんな感じですね。はい、ちょっとボケちゃってますけどね。ある程度大きくなってくると、こんな感じになると。はい。大体なんか僕のベッドの上を縄張りにする猫でしたけどね。はい。よいしょ。で、その他、お写真変えていきますね。よいしょ。これはちょっとね、もっと美猫に映ってるんじゃないかな。あれ、写真が変わらないな。ああ、よかったよかった。まあ、ちょっと皆さん注目していただきたいんですけど、この猫の口元ですけども、なんかノエルさんのなんかちょびひげみたいな模様は子猫の時にはないんですよね。はい。まあ、以上だったわけなんですけども。よいしょ。で、次いきますね。で、まあ、ちっちゃかったんですけどね、ちっちゃい頃からやんちゃな猫だけど、こうやってね、よっこよって感じで台の上に飛び乗ってくるのが、なんか可愛かったですね。で、家の中走り回るので、なんか一回こいつ、風呂のなんかお湯の中に落っこちたことがあって、それ以来風呂嫌いになっちゃったっていう、なんか悲しいことがありましたけどね。仕事しようと思って、お風呂のお湯入れっぱなしにして、置いてたら、なんか、落ちてる音は聞こえてたんですけど、トテ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 、走ってこう、まあ、行ってみたら、風呂溺れかけてたっていうことで、危うく、
溺れ死なすところだったんですけども、まあ、こいしょ、写真を変えますね。まあ、それ以来、風呂嫌いになっちゃったんですよね、この子。こうやってね、紐でね、吊るとね、こう、登ってきてくれるんですね。はい。まあ、洗濯機の中に落ちなかっただけ、まあ、マシとは言えますけど、風呂の中に落っこっちゃうので、子猫の時に落っこっちゃって、それ以来、風呂嫌いになっちゃったんです。だから、洗うとき大変だったんですよ、この子。で、そうかですね、構えてると、彼に向かって興味津々に言ってきちゃうので、こんな感じの写真も撮れますね。私の体の上を踏み台にして、なんか飛び上がってくるっていう猫さんでした。はい。あ、お猫様にぬらちゃありがとうございます。はい。で、まあ、そういうことでいろいろ思い出があるんですけれども、まあ、これが大きくなっていくと、こんな感じの猫さんだったわけですね。花さんばっかりです。確かに、花冷たいですよ。で、大きくなるとこれぐらいのサイズになりました。はい。でですね、こうやって寝てるときに写真撮ってるとですね、こうやってですね、起きてですね、ちょっと写真がありますね。寝てるときにしたら、ちゃんと、カメラって怒るんですよね。そうすると怒るんですよ、こうやって。何って感じで、なんかこう、睨みつけてこられるという猫さんでしたね。はい。でもね、結構カメラ好きの猫さんでもあったので、写真は撮らせてくれやすい猫さんでしたね。例えば、南大阪の端っこさん、あとでまた、ヌブのことについてお話しいたします。で、まあ、ちょっとこれ、大人になってからですけども、ほっぺたの、ヒゲが生えてるヒゲ袋とかってよく猫マニアの間では言われてますけど、このちょびヒゲ模様がチャームポイントの猫さんでしたね。はい。ドアップで写真撮るとですね、よいしょ、こうやってですね、ちょっといきますよ。こんな感じでね、で写真を撮ると、ニコッとしてくれるのが何度も可愛かったですよね。で、まあ、そんなこんなでですね、いろいろ、なんか、一人と一匹で14年間も過ごしてたわけですけども、これですね、ある時のクリスマスの時に撮った写真なんですけどね。これクリスマスの日にちょっと2人でお祝いした時の写真でございます。はい。あ、猫パンチはしない猫でしたよ。いたずらするとしますけど。なんていうんですかね。いたずらすると猫パンチが飛んでくるんですけど、悪いんですけど、猫は、その猫好きにはその猫パンチがなんともご褒美になるということなんですね。これクリスマスをお祝いした時の写真です。まあ、猫にも食べられるケーキというのは最近も売られててなんですけれども、今このパソコンはもうおだぶつになっておりますけど、古いパソコンです。こうやって目の前にケーキを置いて写真撮るとですね、ケーキのビギンのナンミングという猫さんでしたね。でも、あんまり舐めさせるとですね、虫歯になっちゃうので、舐めさせるわけにはいかないって言って取り上げてたんですけども、最近はなんか猫の誕生日お祝いとかのためのケーキなんてのも売られてるようですね。なんか鶏のささみとかをみあのとかでおで作るようなケーキが売ってるみたいですよ、最近は。はい。まあ、そんなわけでですね、まあ
可愛い猫さんなわけなんですけれども、まあ、14年も一緒に行ってありがたかったなと思ってます。まあ、あ、またたびは好きでしたよ。ただまたたびが悪いという、またたび用意するとですね、凶暴化するという、なんか酒癖悪さが際立つ猫さんでした。はい、まあ、こんな感じでですね、猫さん用のお布団とかを用意してあげると喜んで入ってくれる猫さんでしたね。はい、こんな感じですね。はい、まあ、他にもですね、猫のね、なんか猫好きの皆さんは皆さんこの写真がすごく好きな写真じゃないかなと思うんですけども、こちら、じゃあ、いきますよ。はい、じゃあですね、やっぱりこれですよね、猫を飼っている醍醐味というのは肉球ですよね。この手で猫パンチするとなんか気持ちいいんですよね、感触が。いや、別にだからといってド M なわけではないんですけども、はい、ピンク色の肉球で、プニュプニュしてる肉球の感触が何とも言えないと言いますかですね。かといって私、肉球浸透のものでも回し物ではありませんので、なんかご了承ください。はい、では時間もだいたい30分近づいてまいりましたけれども、はい、まあ、この、肉球写真でちょっと、皆さん、ハーハーしていただけましたでしょうか。はい。はい。ではですね、ちょっとお待ちくださいね。今日ですね、2時からなんですけれども、本日のですね、ボギーチャンネルの第2部ワンルームラジオの方はですね、なんとですね、こちらの方、はい、出るかな、私、はい、皆さん、この方のですね、本日の第2部のワンルームラジオはですね、この方のデビュー戦ということになっております。はい、なんと本日はボギーさん、ちょっとピピキピな会議のため不在ということで、日賀耕作さんとタカさんの、2人でのキャストということ、ワンルームイラジオということになるんですけども、こちらの方のデビュー戦ということで、皆様、こうご期待ということで、はい、いかがだったでしょうか。なので、第2部も見逃しなく、お見逃しなくということで、はい、まあ、どんな放送事故が起こるのか楽しみにしていただければと思いますけれども、はい。ね、私はちょっとなんか、温かいメッセージをちょっと送っていただけると思いますが、皆様いかがでしょうか。はい、で、くれぐれもですね、こちら、はい、よいしょ、画像が変わるかな、またスマホ触ってるっていうふうに言わないようにお願いいたします。はい、ということで、最後の画像になりますけれども、本日、8月15日、まあ、時間も残り少なくなってまいりましたが、はい、調査の皆さんにいいことがありますように、この後、送っていただきたいと思います。はい、明日、うまくいくおまじないということで、明日、いいことがありますように、皆様、いかがだったでしょうか。今日の、ボギーチャンネル、ボギー中佐の、猫チャンネルということで、猫の思い出写真をちょっといっぱいこう載せさせていただきましたけれども、はい、明日皆様に幸いがありますようにお祈りしております。それでは、本日のボギーチャンネルの方を終了したいと思いますけど、最後に南大阪の端っこさんにですね、CD の方はボギーさんの方に送らせていただきましたので、またワンヌームイの方でリクエストいただければと思います。それでは、以上になります。また、この後ですね、30分後、22時から第2部、ワンヌームイラジオの方もあります。で、ワンヌームイラジオはですね、方の皆さんのアイドル、日賀耕作さんの、デビュー戦ということなので、お見逃しなく。それでは、ありがとうございました。皆様、失礼いたしました。
終了します。